どうもエルザです。それではクラッシュバンディクー4をやっていきたいと思います。さて前回の続きだね。バミューゲラの起動ということで内緒の見学ツアーに行きたいと思います。さあどれくらい難しくなるかな。まあ普通に自分で移動するぐらいだったらいいけど、問題なのは強制スクロールになった時だよね。トラベルリフトに近づいてるけど、もっと急がないと。あれ、ダウナ？ここでまであんたたちを失いたくないんだ。私が行く。待って、仲間でしょ。おい、どうしたってんだ。さあ、やっぱタウナの世界ではクラッシュたちはやられてるってことだね。でも誰にやられたんだろうね。あれはタウナ編で見れると。日光だぞ。おい、俺様ちゃんのカートはどこだ。ああ、あれ寝起きサイドなんだ。あれめちゃくちゃ早いんだよね、寝起きサイドのカートは。なんだったっけ、クラッシュバーディングレーシングかで実際に乗るやつだね。おお、絶対どっかないかな。チェッコ、ここで？早くない？チェック。あー、忍者走りね。おーな。うん、で、オッケー。あー、君か。ほい。叩いてすぐだね。待って。ああ、仮面のこと忘れてたわ。思い出しながら。はい。あれ壊した方がマシだな。どうし。で、はい、そう。これやらしいな。危ない。よし、次。反対側はないか。お、お。やった、隠し。あ、嫌な予感がする。隠しゲットして。確かにここに止めといたはずなんだが。ねえ、オークサイドマジで速いからね。はい。やっぱアクアク。そんなにだな。
下はない。うん。で、ダッシュの扉。この車。嫌だなあ、逆さは。あーってことは今回のボス戦逆さの可能性あるのか。あれ積んだ。違うね。はい難しく考えすぎやね。ちょっと待って。母ちゃんの話はそんな聞いたことないんだよね。地味にね。はあ。攻撃してこい。やばい、一回壊してしまって OK かな。これでやっぱクラッシュはドツボにはまるとダメだね。さあボーナス。おう。ああそういう感じね。しみち、ここは壊せないもんね。いやーボーナスステージが本当ボーナスじゃないんだよね。美味しいイメージあるんだけどさ、難しいサービスやからね。で、ここからだね、問題。わっ。わざわざ一回戻すっていうのがね。怖いねー。よし34ゲット。さあダイヤも2つ。ああそういうことができたのね。
おお。あれ、これ絶対なんか流し込まれる気がするんだけど。入れば OK と。特にないね。ギリギリか。おお、ここはなんだ。シートベルトを締めろ。ん？やっぱぶっ壊れる系かな。あー、嫌なの来た。はい。はい。早いんだよな、燃えるまでのテンポが。やったね、全部ゲット。珍しいね、これは珍しい。あれ、秘密じゃないの、あれ。あれ、じゃあ、あれ、何をゲットしたんだろう、最初のダイヤは。まあいいか。あー、なんかいるねー、なんかいるねー。ガスモキシアへようこそと。なんか嫌な感じの二人組がいるなー。前回みたいなやりとりは見たくない。そうなのよね、なんかね。でもあれなんだね、女性版がいたのは意外だったな。なんか無事、お、ん？めっちゃ滑るね。うわー、うわー、マジかー。これきついな。あー、スライディングでどうにか制御するか。いや、はいはいはい。やっぱあれ敵か。うわっと、ちょっと待った。滑るね。お？あ。さっき通ってってことだね。つい声が大きくなるよね。あー、びっくりしたな。あれ？こんなもんでいいのかな？
君は何だい？多分当たったらダメなパターンなだけだね。え、あーマジか。リンゴは一個ももらえない感じなんだね。君は？あ、へえ、恐竜なんだ。やべ、やばい、やばいな。それはきついかもな。あー、危ない危ない。あく、もう箱はいい。ほい、いけない。あー、そういうことね。おいや、取れない。一つずれたらダメなパターンか。お、ブルーダイヤ。あ、アクアクだけ取っってないパターンのが良かったかな。さて、また滑っていくパターンだな。うんてへん。ちょっと待った。心臓に悪すぎるやろ今の。やっぱあいつは電気やろうか。なんかサスケみたいなコース出てきたぞ。絶対これは無理したらダメ。止まってればOK。で、君か。滑るね。滑っ。はい、もう一回力だね、ブルーはね。多すぎるやんじゃないです。うそ。よっしゃ。はあ、そうだね、無理はしない。やばい、これは無理。ダイヤステージむずいね。で、滑るステージ。危ない、それは。あれ、引っ掛けすぎるやろ。さあ、ボーナス。いや、鬼畜よ、ほんと。ははは、ちって。どうせ取ったらいけないんでしょ、最初。
ていうね。はい。マジか。よし、もうこれラストの勝負。これでダメだったらもうやめよう。ここのボーナスは。はい、今のどっちみち燃えてると思ったけど赤ついてたか。うん、やめよ。これはダメだ、もう完全に集中力切れてるわ。え、どういうこと？はあ。マジで？そんな判定ある？いやー、これはなかなかのことをしてくれるね。ダイエ200あるからね。まずはね、とりあえずクリア目指して、で、二刀流がある。はいはい。待て、全然クリアさせてくれる気ないだろ、このゲーム。頭がおかしくなる、これ本当。あ、すごいね、ここまで一回も死なずに恋なんだ。ファイヤー。ん、君、違うよね、やっぱりね。あー、これ倒すんじゃなくてってことか。この捨てはちょっと一回捨てよう。お、また恐竜ちゃんかな。届かない。あ、そういうことか、ダッシュジャンプね、忘れてた。ワクワクは欲しいの。ちょっと待った、これはきついね。お、あれの
状態チェックか。これ箱マックスは心折れるね。マジか。あーもういい。でもチェックが細かいのはマックス。ちょっと待って、それどういうこと。あーそれ判定で。いやいや、それは判定の仕事だよ、さっきのは。マジか。え悔しいなぁ。本気出してきたねぇ。ちょい。おぉ、二段ジャンプはできない。いやー、はいはい、なんか出たよ。判定が悪くなったあたりからなんかそれさっきみたいなのが出るね。危ない。さよなら。いやー、初めてかもしれない、こんなに手に入らなかったの。難しすぎるって。音が消えてるのが一番気になるけど。ゲーム音が戻ってくるといいな。あ、戻ってきた。あー、じゃああれ演出なのかな。さあ、時空の隙間で捕まえた。これ多分ボスだね。ということで、13話はここまでにしたいなと思います。思ったより時間かかったね、今回はね。ただほぼカット。ボーナスほぼカットだろうな。いやー、あれきつかったな。はい、ということで今回ここまでとなります。ライブを見てる方は引き続きしていきますのでお待ちください。ということで動画見てる方はここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。